記号 PR 記号赤城山の山麓、山麓をのどかに走る上毛電鉄の中央前橋駅、前橋市ホームに、受験生の合格を祈願しようと、あの大道、五角道、五角道が今年も設置された。1928年の営業開始以来、脱線事故が一度もないという同車。死亡校に向かい、それることなくまっすぐ進んでほしいという願いを込め、 受験シーズンだけ設け設られてきた。今回で8回目というお堂の中には90年近く安全運転を支えてきたレールと枕木というご身体が安置され手を合わせる受験生の姿も駅では枕木のチップが入った脱線しないお守りも販売中だ開きカッコ西名券白を閉じカッコ